クターンをするので、あのやっぱり最初の5秒間で人々の耳をこう釘付けにさせないと、お前はアレンジャーとしては失格だというふうな設定が貼られるわけです。ですからその5秒間頭が勝負で、一曲にかかる編曲時間というのは、まあ、まちまちだと思いますけど、どのくらいなんでしょうか。あんまり見たくないですけど、1曲3時間ですよ。50人ぐらいの小説ですね。というのはですね、昔は毎日録音があったんですね。で、相手はい、ご覧いただきありがとうございます。こちらですね、非常に盛んだったので、毎日ね、夜10時から走行距離は5万7219キロ現在になります。6時から9時で1曲帰って CD、MD、FM、AM ラジオ、まあ、純正ですね。はい、こちらもエアコンも問題なく効いております。バイオリンの一番の譜面をこれはもう手番になりますので、人がいらっしゃいまして、その人に、まあ、9時まで1曲ではこちら ETC もついてます。はい、キーはこのままで、回しますので、こちらが、メインキーと予備キーになります。はい、はい、ではまずこちらの方がですね、傷がございます。傷です。見えますでしょうかね。はい、こちら20年式の、ワゴン R のリミテッドになります。でこちらもバンパー割れと傷がついてます。はい、こちらで押せばロックが可能でできますので、車検はこちら、令和3年の2月です。まだまだたっぷりあるかと思います。はい、こちらは、スズキのですね、K6A というこちらエンジンになりますので、はい、20年式のワゴン R、 KBA の -NH22S ですね。はい、どうだろう。はい、あとは、はい、こちらの方も、こちらにちょっと割れがございますので、あれ、あとは、
筆ですね。はい、はい、純正アルミホイールとあとスタッドレスもついてますので、目は多分3分目ぐらいしかないかと思いますが、はい、ご覧いただきありがとうございました。